おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。ソウさん、アリスさん生存のダミーズ全滅ルートです。前回ケイジさんのパートに入りまして、墓地から抜け出せたので美術室なんていうんだ、ここ絵画があるところにブレーカーオフにしに来たんだよね。これがエレベーターの電源だよね。オフにする。オッケー。ブレーカーオフね。で、ケイジさんのところってどうなんだろう、変わんないのかな、ルート的にはね。そのソウさんとアリスさんが生きてるのかとか、そのカンナちゃんとレコさんが生きてるのかっていうところで、なんか変わるんだったらね、やっていきたいと思うんだけど、やらないんだったら、あの前回も言ったかもしれないけど、あのサクサクっとやっていけたらなと思います。これでメイプルが上の階に行くことは防げるはずだよ。私たちは墓地に戻る？そうだな。見つかる前に。待て！誰か来る！隠れるぜよ！メイプル。あれは、メイプル？どうするぜよ。まあ、座らせてあげようぜ。様子がおかしい。まあ、近づいてみよう。はい。メイプルに近づいた。ケイジ、キュー太郎、マイ、近寄らないで。みんなに、ひどいこと、しちゃ。離れるよ。離れればいいんだね。メイプルを抱え上げた。おい、ケイジ。はい、離れた。これくらいの距離なら話せるかい？優しいね。どうやら落ち着いて会話できそうだね。私、みんなにひどいことした。私たちが緑の ID カードを奪ったからだよね。ねえ、あなたはそんなに緑のことが好きなの？でも殺さないといけないの。妨害者はみんな生存者以外を殺すために活動する。私の殺害目標はナンバーフォーの棺に入ってたもの。ひよりくんなの。そんなら俺たちの味方だったんじゃ。本当はそう。でも、ひよりくんは、ある障害をつけた。恋のプログラム。私は、ひよりくんを好きになるように、設定されてるの。設定って。だから私は、ひよりくんを殺せない。でも、もしも、みんながこの恋を終わらせてくれたら、私は、ひよりくんを殺す武器になった。私は、そういうギミックなの。何それ？あなたの感情はゲームの仕掛けの一部にされてるってこと？でも、この感情は、幸せだった。ひよりくんの想像より、ずっと。だから、暴走しちまったのか。ごめんね。時間が、
にしっかりしろぜよ。ロッカールーム左側の真ん中調べて。パスワードは1374。中のもの手に入れたらまたここへ。何にしてたんでした？うん、素直に感謝してるんで、ちょっと強欲な刑事さんでいきますか？もっと教えてほしい。もっと情報はないのかい、メイプル？もう限界ぜよ、刑事。行こう、ロッカールーム、何か見つけないと。なんか前回よりも瀕死なメイプルちゃんができたような気がしますね。左側の真ん中だからこれか、あれ、あ、左側の真ん中ってそういうことか。キュー太郎さん、このロッカーにパスワード入れてみようよ。おう、任せろ。1374。すっかり息が合ってるな。あ、いたぜよ。灯籠を手に入れた。なんだろうねこれ、明かりかな。戻ってメイプルちゃんに聞いてみようよ。戻るぜ。おい、メイプル。ひよりか。おい、しっかりせ。ひよりか。ひよりか。ダメだ、気づいてない。壊れちゃったの？メイプルはこの灯籠を手にしたら戻ってくるよう言っていた。調べさせようとしてたぜよ、この部屋を。灯籠使ってみるか。使いましょう。どういう変化があったんだっけ。あー、ここか、これね。はいはい、どこかの風景の絵。なんだこの絵だけ見え方が違う。調べてみるぜよ。けど届く。ジャンプするぜよ。おお、すげえ。いたたたた、いやーん。キュー太郎さん、傷口開いちゃうよ。すまねえ。だがあの絵の奥にスイッチがあるぜよ。俺が飛ぶよ。よっと。スイッチを押した。これで何か変わったのかな。さあ行くか。ここがね、開いてると。ロッカーの先に真っ暗な通路がある。隠し通路か。ねえ、行ってみようよ。メイプルちゃんが伝えたかったこと知りたいし。だね、入ろう。それじゃあ行こうか。ここで刑事さんの幻影が見えるんだったかな。はい。ねえ、いるんだよね、こんちは。どうしたぜよ。いや、普段通りさ。いつも見えてます、ドリンクサーバー。お、なんか飲む？ホットしかないけど。げえ、ホットか。蜂蜜レモンがいい。キュー太郎さんもケイジさんも飲もうよ。それなら、まあ。好きなのか？高校の時の部活を思い出すぜよ。ドリンクサーバーで少しだけ癒された。で、ここで調べなきゃいけないのって、緑の頭だったよな、確かな。この辺は特にないよね。ほい。修理済みと書かれた紙が貼ってある。開けてみまーす。わーい。びっくら動いた。で、この頭がね、あれだよね。アリスさんが殺した、左目の損傷が激しいってやつだよね。生首？緑の！いや、人形だね。箱の中に手紙が入ってるぜよ。これは。日和様へ、遅刻失敬。左目及び、その周辺を無事修理しました。充電すればしっかり動きます。汚い字ぜよ。
なんや、人形の予備ってことか、これ。ふーん。置いていこう。こんなの。ちょっと待って。あの子に持って行ってあげるのはどうかな。メイプルにか。緑の頭を手に入れた。こういう風にあれなんだね。舞ちゃんが誘導してくれるんだ。なるほどね。さあ、持ってきたよ。メイプルはひよりくんとずっとつぶやいている。ねえ、メイプルちゃん。ほら、ひよりくんだよ。ひよりくんだ。嬉しい。ありがとう。灯籠、見つかったんだね。メイプル、知ってることを教えて。君を治す方法は。頼む。知っている情報を教えてくれ。うん。宴について、教えるね。宴？宴は、このサブゲームの最終手段。唯一、クリアできる方法。何？大きな門に、ずっと書いてあった。死者が揃えば、宴が始まる。それって、ダミーズが関係ある、棺が関係ある、死体が関係ある。まあ、棺でしょうね。棺が関係あるのかな。正解。どういうことぜよ。本来、棺に入るものは、死者。そして、墓地には7つ、棺がある。あの中を、再び7人で満たしたとき、宴は開かれる。そうすれば、ダミーズもみんな、助かるの。どういうこと？だって私たちは、ペアの相手を殺さないと。本当に、そう聞いた？え？もしも屍に戻りたくないのなら、ゲームが終わるまでに、ペアの相手と入れ替わるんだ。入れ替わる？彼女を代わりに死体にするといい。ペアを殺すんだ。入れ替わる。あなたたちの本当の指令は、自分の身代わりを作ること。殺すというのは、自分の棺に入れること。誰でもよかったの。ダミーズでも人間でも、生きてても、死んでても。それで、よかったのか。なんて、ことだ。はじめから、ダミーズと争う必要なんて、なかったんだ。クリアすれば、首輪の爆弾は止まる。それじゃあ、電池切れは？電池切れしても死んじゃうんだよね。クリアした後は充電してもらえるの？わからない。ひよりくんは、私もあなたたちも、ギミックとしか思ってないかも。そんな！でもね、まあいい。停止するだけ。体は残るの。あなたは、生き返る可能性を、秘めてるんだよ。無理に、決まってるじゃん。誰が生き返してくれるの？アスナロって組織が、冗談って書けるわけない！初めから、使い捨てる気だったんだよ！助かりっこないのに、赤く姿を見て、楽しんでただけ！
俺たちが生き返らせる。方法はまだわかんねえが、絶対に見捨てねえ。絶対にだ。仕事が増えたね。刑事。おまわりさん、残業は得意だ。大丈夫。仲間がいる。怖くないよ。よかったね。三人を見てると。私も。メイプル。おい、メイプル。くそ。死んじゃったの。どっちだったっけ。生き返らせるさって言った気がするけどな。行こう。ありがとう、メイプル。はあ、鼻ズビズビですわ、もう。小さな鍵。メイプルちゃんが持ってたのかな。セーブしますね。鼻噛みますね。いやあ、しんどい。舞ちゃんの心の叫びと、その、九太郎さん、このことを聞いてどう思ってたんだろうってことを考えたら、ちょっと涙出てきちゃった。鍵は、ここの奥だね。入りましょう。メイプルが持ってた鍵、使えそうだね。で、これで、ハンナキーと再会するんだよね。やったー!ロックが解除されたよ!行きましょう。はい。いるね。人影が見える。じゃねえか。今回は敵じゃないんです。殴らないでください。しないよ。ちょっと話を聞くだけかな。おへそがかわちいね。ほい。何かご用ですか。警戒してるな。雰囲気を和らげよう。大丈夫。おまわりさんたちは何もしないよ。ああ、怪しいです。いつもこれなんだよね。私は、あの方に頼まれて、メンテナンスをしてただけなんです。緑だな。緑、そう呼ばれてるんですね。メンテナンスって、中央の機械のこと?教えません。敵に死を送るようなことはしないんです。当たりか。なんか怪しいね。あの機械調べちゃおうよ。これですね。中央には大きな機械がある。なんだこれは。カプセルのような。触ってもびくともしないぞ。なんなんだハンナキー、教えろ。私は何も話しません。あ、なんだ、教えろ!とりあえず叩いてみようか。よっと。ああ!乱暴にしないでください!ならさっさと教えるぜよ!わかりました。見ててください。あ、この、これ可愛くない?このお尻ちょっとチュンって出てる感じ。なんでよ、これ。中から首のない緑が。人形の体か。そうです。私の部屋にあったものですが。繋がってるのか、この部屋と。この機械もしかして私たちを産んだ機械。
はい、AI 降臨と言います。そうだ、 AI 降臨で思い出した。 AI 降臨、中に人形を置いて人工知能を選ぶだけ。あとは3分ほど待ち、チンとなれば完成します。うん、そんな短時間で。私たちの命って何？そんなに軽いものなの？なあ、ハンナキ、お前さんはなぜこれをメンテナンスしてたぜよ。それは、宴に使うと聞いてます。ということはなんだけどさ、多分最終章 B パートでもさ、ん？違う、最終章後編でもさ、緑出てくると思うんだよな。せっかく倒したと思ったけどさ、多分あれはあれで緑なんだけど、これもこれで緑だから、この宴用の人形の体と、ここのフロアマスターとしての緑の体とで二つあるんじゃないかな。ということはなんか完全に倒したと思わない方がいいかもしれないね。あんな恐ろしいことする気なんでしょうか。恐ろしい。でもご安心ください。人形の頭部も ID カードもないので、これ以上何もできないんです。なので、いじめないでください。いや、人形の頭部なくなってたし、 ID カードは九太郎さんを作成する時点で多分ハンナキに渡しちゃってるから、やっぱできちゃってると思うんだよね。頭ならあったね。あったね。あの九太郎さん、なんだか辛そうに見えますが、怪我をしてるんじゃ。大丈夫ぜよ。あの私が見ることもできます。やめた方がいい。やめた方がいい、立場上敵だからね。でも本当に辛そうです。すまねえ、俺は少しここで治療を受けるぜよ。正直結構辛くてな。そうだったのか。私たちに任せて。九太郎さんは休んでてね。うん、いや、ここで多分説得されるんだろうね。いいでて、じっとしてる方が痛む気がするぜよ。気持ちはわかるけどね。あー、痛そうです。結構深い傷です。誰にやられたんですか？あら、いやー、舞ちゃんは責任感じるだろうな。頭取り上げましょう。いいの？なんかかわいそう。緑は悪い男だ。メイプルには似合わないよ。そっか。ほら戻ろう。九太郎心配でしょ。うん。鼻の下伸ばしてたら許せないもん。そこが心配なんだ。いや、ていですわ。なんて言うんだろうね、九枚っていうのかな。あ、いない。九太郎たちがいない。どこ行っちゃったの？九太郎さん！奥の方にいるのか。どうするか。頭。これでいいのかな？さすがに動かないよね。ただの人形でよかった。でも、これがどうして宴に関係あるのかな？おそらくだが、七つの棺を満たすためには、緑が入っていた棺も空っぽじゃダメだ。そっか！この人形を身代わりにするんだね。そういうことになるが、ただこんなの用意しなくても
誰かが代わりに入ればいいよな。何してるんですか？皆さん、本当に宴をするつもりなんですね。え？だって、宴って、みんなで生きてクリアする方法じゃないの？あれは、そんな優しいものじゃないです。そうだね。本当にひどいものだったよ、あれは。もうボロ泣き。最悪なゲーム。殺されます。誰かが、絶対に。そんな、話が違うよ。だって、メイプルちゃんは。とにかく入っちゃダメです。棺には。他に方法はねえんじゃ、ハンナキ。ですが。何もしなくても、ダミーズの首輪は爆発しちまう。少しでも助かる可能性が増えるなら、やるしかねえぜよ。それなら、これだけはお願いします。可能な限り、誰が棺に入ってるか、バレないようにしてください。今監視システムは無効になってます。今ならチャンスです。たった一人でもいいから。難しい要求だな。緑の人形を使おう。こういうのはどうかな。緑の人形を棺に入れて。そしておまわりさんがどこかの部屋に隠れる。そしたら緑は姿の見えない刑事が入ってるって思うでしょ。なるほど、偽装工作だね。面白いです。でも、もう一つ必要なものがあります。それは、もう聞かせてくれよ。なんで教えてくれないの？なるほどね。はい、やはり難しいと思います。それだったらおまわりさん用意できるよ。本当ですか？あれだよね、首輪の話だよね、多分ね。あ、とにかく必要なものは揃うよ。あとは緑の人形に AI 降臨で人格を与えれば、もう立派な身代わりの完成だ。偽装工作いけるよね、ハンナキーちゃん。肝心なことが一つ残ってました。その人形の頭部、電池切れなんです。電池切れじゃダメなのかじゃ。なんちゅうぬか喜びせよ。でも、5階の充電設備を使えば。あ、そうだった。マジでよ、そんなもんあるぜよ。よし。ID カードはきっとサラちゃんたちが持ってくる。どうにかこの頭部さえ充電できれば。やろうよ。もう疑心暗鬼になる必要なんてない。怖いけど、こんな前向きな気持ち、初めて。希望って、大事だね。くれぐれもお気をつけて、治療が必要であれば、またここへ来てください。いや、ちゃんと流れを思い出せていいですね。宴やってる時さ、だいぶもう私切羽詰まってたんで、こういう説明について結構忘れてるところがあったわ。結局、充電ができないから、緑の頭部は使えなくって、九太郎さんが入ったみたいな感じだったんだったっけ？ちょっともういろいろ、ちょっとさ、あまりにもどんでん返しな展開が多すぎてさ、この辺の根本的な部分がこう抜け落ちまくってる。そうや、刑事。悪いが一度墓地の方へ寄ってくれねえぜよ。まあいいけど。墓地か。OK。はい。で、じゃあ墓地行きます。来たよ。いてて。ちょっと座らせてもらうぜよ。どうしたんだ？はい。刑事、さっきの作戦だが。ああ、
緑の人形を使った偽装工作だね。敵を欺くにはまず味方から。これは刑事さんも含まれてると。刑事、お前さん棺の中で処刑されたってことにしねえか。何言ってるの、九太郎さん。どういう作戦、みんなを騙すのか。どういう作戦、九太郎。刑事さんまで。簡単な話でよ。ここに転がってる人形を棺に入れて、処刑装置が始まるまで待つぜよ。そして刑事は上の階に行って頭部を充電する。帰ってきたら AI 降臨を使って、もう一人の緑を作り、棺の中身を入れ替えて刑事も姿をくらますぜよ。やめようよ。サラちゃんたちがかわいそうだよ。でも蓋が開いちゃうんだよね。そこじゃないでしょ。蓋はどうにかなるぜよ。何？刑事、持ってる灯籠、今使ってみるといいぜよ。なんでわかるの、九太郎さん。あ、それはハンナキに聞いたのかな。これは見えるぜよ、色が変わったのが。この素材がある仕掛けを生み出すぜよ。ハンナキーから何か聞いてるのか。でも蓋をロックできてもさ、どうやって誰にも見つからず上の階に行く気なの。作戦はある。刑事を単独で上の階に送る方法がな。九太郎、信じていいのかい。みんなに会いたいな。どっちだったっけな。みんなに会いたいって思っててほしいって言ってる。みんなに会いたいなにしてたな。信じていいのかい、その作戦。おう。わかったよ。私もやる。全部うまくいったら、サラちゃんたちに謝ろうね。よし。準備ができたら、俺に声かけてくれぜよ。詳しい作戦は、その時がや。よし。じゃあ、今回はこれぐらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。次回、多分、九太郎さんの記憶を見ることになるんだと思うんだけど、これさ、刑事さんの記憶とか、サラちゃんの記憶ってどうやって見れるんですか？見たいんですけどね。なんで見れないんですかね。なんか、こっちのルートではもうちょっとなんか、ならんかな、どうにか。どうにかならんかな。ねえ。誰か一人でも助からないかな。ねえ。ということで、また次回、おつぴよでーす。